マサはパスのフェイク見せながらリバウンドは早いですね。もぎ取ったマクリーン決めてきます。長島シュート打ちます。落ちるリバウンドマクリーン、ただすぐに行きます。後ろ預けたマクリーン、このペースで行くと、はい、神里松山がマークにつきます。スイッチ駒沢決める、ルーズボールなんとか収めた熊本。マクリーンの2は決まっています。まず最初の記録1つ取りました熊本です。第2クォーター野口が入れます。ショットクロック短い中で長島すぐに打つ、落ちてからもう一度自分で行く、アタックをしていきます。ウッドベリー狭いスペースかわしていって、ね、コントロールは長島、中に入っていきます。浮かす合わせたマクリーン、フェイダーウェイは決めてきます。この上手さがありますウッドベリー、ここ今度ね止められるかですよね。はい、山本ウッドベリーのアタックエンドワン、いや強いですね。越谷が LJ ピークなら熊本にはウッドベリー、この人がいます。そうですね、そして、まあ、LJ ピーク戦リバウンド、いやよく取りました、頑張りました山本翔太、速いパス空いた、いい連携でした。近いところホワイト、山本飛ばせてからアタック、エンドワン、ホワイトのシュート、マクリン後ろからダイブ飛ばせて、この3来ませんが、もう一度決めました。3回目でようやく決めました。マクリーンがインサイド、このパスは通りません。ターンオーバー、早い展開、ファストブレイクでここは決めてきます。また使いしました熊本です。中へのパスなんとかつなぎます。打ちに来る駒沢スリーポイント、ようやく来ました、ましたね、ようやく来ました。入らないこと多いんですけど、よく決めましたよね、うん、ここもスティーブです。そうですね、こういうファストブレイク、ダンク、やっと点数も取って、これで気持ち的にも少し落ち着いてくるんじゃないですかね。駒沢パスを選択、駒沢と一岡で切り裂いていきました。さあ越谷のポゼッション、激しくいきましたね、前から奪った駒沢、これ良かったですね、素晴らしいですね。この後得点取りたい駒沢、浮かせて決めてきます。はい、ウッドベリーに対して長谷川がついています。山本俊介3、おー入ってきて、鎌田、鎌田アタック奪っています。後ろもチェックしながら、おーノールック石橋